いすみチャンネル、皆さんこんにちは。今回はオリンピックに関してです。まあオリンピックについてもいろんな議論がされていますね。私も時々X で発信もしています。まあ、そもそも的にですね、まあ、オリンピック自身は私は嫌いではありません、ね、楽しいです、スポーツも好きです。ただオリンピックばかりの報道で本来報道すべきことが報道されないのであればそれは問題であって、ちゃんとオリンピック報道と政治などの報道は当然両立できるものですし、かつオリンピックにつきました国際社会国際情勢を大きく反映しているわけでありますから、ある意味、国の紹介をするときにちゃんとそれぞれの国の特徴とか課題とかも合わせて私は報道したらいいのになと思いますから、オリンピック報道のあり方につきましても、まあ、お涙頂戴的な報道ばかりではなくてですね、感動をあえて押し付けるような報道ばかりではなくて、課題とかその背景というものもしっかりとオリンピックを通して報道してほしいなと思う立場であります。あと今回のオリンピックにつきましてはいろいろ言われています。私も発信してちょっと議論を読んだのが、私も柔道やっておりますので、安倍詩お二人につきましては随分応援ない期待をしていました。まあ、頑張ったと思います。本当に私は拍手を送りたいという立場でありますが、まあ、安倍詩さんが、敗れた後に、まあ、いわゆる号泣してしまった件についていろいろ議論がなされています。私自身は、その時見ていましたけども、自分自身も思わずもらい上げしそうな気持ちになりましたので、まあ、それを責める気持ちになれないのが正直。ただ、まあ、それを違う立場が出たときに、もっと早く会場されるべきだったとか、ああいう姿を見せるべきじゃないと考えも別にあっておかしくないわけですから、それを批判する気はないんです。ただ、まあ、過度にですね、まあもう、あの状況に置かれた選手の対応について、まあ、これ以上厳しく言うのはちょっと酷だなという気持ちの程度でありまして、どちらが正しい間違いではなくて、自分自身も柔道もやっていましたし、安倍詩さんお会いしたこともありますし、私自身は随分応援もしてた立場からすると、まあ、気持ちとしては安倍詩さんの方に近い気持ちとして、まあ、もらい泣きもしそうになりましたし、いろいろあったけど頑張ったよという気持ちが正直強いので、まあ、これからも応援したいなという、まさに安倍詩さんの側に寄ったようなスタンスで発信させていただきました。まあ、ちょっと違う立場の方もおられまして、何でも批判するつもりはありませんけども、非常に印象的な出来事でありました。そして次にですね、いわゆる誤信問題もいろいろ言われました。これも悩ましいですね。人間は完璧な生き物ではありませんし、まあ、審判自身に私は悪意があるとは思いませんが、まあ、会場の雰囲気とかその時の状況に応じて、ある意味結果的においてどうだったかなというような判断がなされることは、他のスポーツでもそうですし、いろんなスポーツもそうですけど、まあ、なきにしてもあらず、まあ、オリンピックなんか余計にですね、まあ、審判も非常に緊張感の中にいる状況の中で完璧的な判断がやり続けられるというと簡単ではないなと思います。まあ、いろいろ議論はなされておりますけど、私自身は、まあ、ある意味、審判を責めても仕方ないなという気持ちはありまして、そうであったとしても、勝つんだという形かなと自分は思っている立場であって、まあ、ちょっとこのあたり言葉選ばなきませんけども、まあ、誤信だと騒いだところで、まあ、基本点数を覆らないもんですし、一定程度幅のある範囲の中であれば、まあ、一つの判断だと受け止めるのかなという立場であります。で、あと、まあ、先ほどの安倍さんの話もしましたけども、まあ、私自身はやっぱり今回のオリンピックの中で最大の注目は柔道でありまして、私も中学高校時代柔道をしていましたので、まあ、その柔道というものに対する思い入れもありますし、まあ、前回、フランスに団体で負けた経緯もあって今回こそと思いました。決勝戦も見ていましたけど、まあ、いい決勝でしたね。日本がリードをして3対1となり、まあ、4つ勝てば勝ちでしたから、あともう一つという状況でしたが、そこから3連敗という形で、まあ、逆に、3対1から3対4になってフランスが、連覇という形になりましたけど、私は、まあ、もちろん日本を応援する立場でありましたけど、逆に私は良かったなと思いました。まあ、いわゆる柔道発祥の地の日本が必ずしも勝たなきゃいけないわけではありません。まあ、フランスは大変柔道も盛んで人気のスポーツになっています。まさに柔道の国際化ですから、まあ、いろんな国が頑張ればいいわけでありまして、日本ばかりが勝つのではなく、まあ、強いフランスというものに対して日本がこれから頑張っていくというのも大事だと思っています。まあ、試合もこれもいろいろと言われましたし、まだ審判の問題であるとか、あとはそれこそ最後の代表戦の選び方についても議論がなされていますけども、それも含めてトータルに私としては感動的な決勝戦だったと思っていて、フランスおめでとうという気持ちであります。ああいう試合見てると私も久しぶりに柔道したいなと思ったりもしますけどもまあ今やると怪我しそうですので、まあ、見るだけにしておきます。オリンピックについての話でした。いすみチャンネル、質問です。いすみさんも柔道をやってます3段ですかね、はい、だと思うんですけども、それがなんか大人になって、まあ、仕事とか、まあ、本当に市長やったとか、なんか生きたなってこととかありましたか？
そうですね、私の場合は、まあ、中学高校柔道やっていまして、まあ、ご覧の通り私背が高いわけでもありません。まあ、そんなに細いわけではありませんけど、柔道の中でいうと決して大きい方ではなく、まあ、当時の柔道は体重別もありましたけど、学年別も多かったので体重関係なく試合をすることが多かったので、自分としては、より大きな体重は100キロ超えるような相手と戦っていた中学高校時代でした。まあ、そういう意味では、重欲剛を制すと言いますけど、もう小さいものが大きいものに勝つことができるというようなことは身をもって、自分自身は感じてきた中学高校時代で、そのことは今につながっていて、相手がいくら大きかろうが強かろうが、ちゃんと真正面から向かっていくというようなスタンスです。あと私の柔道の特徴は、もう本当にある意味勝っても負けても一本という柔道をしていましたので、もう気持ちよく投げる、気持ちよく投げられるという感じの柔道をしていましたので、まあ、まさに堂々と試合をするんだというのが、まあ、基本的なスタンスでしたので、それは今にもつながっていると思っています。じゃあもう一つ、まあ、泉さんすごい多忙な日々を過ごしている印象ですけど、はい、やっぱオリンピック夜起きてたりとかそれで過ごしてる、そんな最近ですか？あ、そうですね。柔道などはもうリアルタイムで決勝を見ました。で、あとは、まあ、録画して後で見ることもありますけど、やっぱりせっかくのオリンピックですから楽しみたいなと思ってます。私自身はその過度なお金をオリンピックに使うとか、オリンピックを通していろんな問題も言われていますが、それはそれで課題だと思いますけど、さったりとて、まあ、世界中で、世界中が一堂に会してスポーツを通して競い合うというのは、それこそ戦争というものがある状況の中で、本当に武器を使う戦いじゃなくてスポーツを通す戦いでみんなが注目するということ自体は私はありだと思いますから、まあ、オリンピックは、まあ、好きか嫌いかであれば好きな方です。もう一つ、まあ、ちょっとオリンピックから離れますけども、高野連、まあ、甲子園で、まあ、7回制が議論されたりとか、はいはい、そういったルールを変えるとかいった議論もよくされてますけども、なんかそのルールを変えるってことに対して泉さんは結構ルール変えてもいい派っていうか、はい、なのかなって印象なんですけども、うん、そういったなんか、まあ、時代が変わりますしね、状況変わりますし、それも最近暑くなってますし、子どもたちの健康に対する意識も変わってきてますから、当然大きな時代の変化に伴って制度ルールというものは変えてしかるべきものであって、私は迷ったら変える方向に、で変えた結果うまくいかなかったらまた戻せばいいわけですから、これまで通りを続けるよりは時代に即して変えるというふうな方を選択するタイプではあります。でしたら日本、まあ、これから応援したいと思います。はい、一緒に、はい、ありがとうございます。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。